どうもクラリネット奏者なおです。今日は雑談動画にさせてください。土曜日の夜分です。日曜日の朝にかけてますが、すいませんちょっとね、仕事で夜中になって、今夜中で撮ってるんですけど、まあ、今日も日曜日の朝に上がりますが、日曜日の夜も演奏動画あげるんでよろしくお願いします。ということで、今日のお話はね、ちょっとそういえば全然話してなかったなと思って、話したかったんだけどずっとすっかり忘れてた話題で、吹奏楽部の名シーンというか、まあ、クラリネットも含めてね、いろいろ、まことしやかにささやかれてることの、それは嘘なんだよってことをね、お伝えしていきたいと思います。ちょっと、レッスン動画というか、ザ・クラリネットの雑談動画と被るとこありますけれども、まあ、一個一個、わかりやすく説明していきたいと思います。コメントも多いので、その手の、まあ、同じコメントも多いので、まあ、ここで話しておこうかなって思います。まず1点目、これはまあ自分はよく喋りますし、実際すごく思うんですが、リードの話。硬いリードがいい音っていうのはもう完全に迷信なので、自分が吹きやすくて、楽に力を抜いて演奏できるリードを選んでいきましょうね。クラリネットもサックスも。リード楽器の人は、オーボエも多分そうだと思うけど、まあ、オーボエはあまり硬いリードがいいっていうね、迷信はないですけど、クラリネットサックスに関しては、硬いリードがいい音が出るっていう迷信がすごく多いので、先輩が3半使ってるから3半を目指そうとか意味のわからないことをやってもしょうがないです。自分が吹きやすい硬さを探して、で、ちょうどいい硬さってあるんですよ。柔らかすぎると吹きやすくても音が開きすぎちゃったりするんで、まあ自分が一番音がまとまりやすくて吹きやすいところって絶妙なところだと思うんですけど、探して、リードを選んでいきましょうねって、まあ、そのリードの話は、ね、別途動画でも上げてるんで、概要欄に上げておくんで、はい、ということです。あと2つ目、これも多いんだけど、もう話聞くたびに笑っちゃうんだけど、肺活量の話、これも動画で述べてるんですが、肺活量を増やすためにこう何か、なんていうのかな、マラソンしたりとかする人いるじゃないですか。あと腹式呼吸を鍛えるために筋トレするとか、無意味なんでやめましょう。全くもって無意味。なぜなら管楽器は、肺活量にリンクしません。本当に、特に木管楽器は全く関係ない。金管楽器もあんまり関係ない。出した息をいかに効率よく音に鳴らせるかってことが重要であって、肺活量の大きい小さいで楽器の不利有利はないです。だってそしたらさ、女性の方が不利じゃん、圧倒的に。でも女性でね、素晴らしいプロ奏者たくさんいますよ。息にブレス長い奏者たくさんいる。でもそれは肺活量が多いからじゃないです。正直あくまで横隔膜使ってしっかり息を支えて、自分が出してる息を効率よく音にできてるかどうかだけです。なぜなら私は平時金の成人男性の今日人間ドックだったんだけど、土曜日ね、昨日か、85% しか息がありません。はい、もうこれは先天的なものなんです。で、それでもちゃんと吹けてる、まあ言い方はそんなに自分のことをこう偉そうに言いたくないけど、まあ普通に吹けてるじゃないですかね。ブレスを長くするためにはさっき言った通り、吸った息に対してきちんと支えてるまま息のスピードを出して、リード、バージングでもいいけど、全部効率よく音にできるかっていうところと、いかにブレスをうまく吸うかっていうポイントだけです。これさえできれば管楽器っていうのはきちんと長いフレーズ吹くことできますから、ね、マラソンして肺活量を増やそうとか、腹筋して腹式呼吸できるようになろうとか、違う、腹式呼吸の筋肉は腹筋の筋肉と違いますから、場所が。だから腹式呼吸の筋肉は腹式呼吸でしかつけれない。背筋とも違うし腹筋とも違う。だから運動やる吹奏楽部は今すぐやめてくれって思いますね。唯一効果があるとしたら、まあ山の上とかで演奏するのはちょっと効果あるかも。なんでかというと苦しいじゃない。酸素が少濃度が高いところで、低いところで、演奏すると、まあ息がね、普段より苦しい状態で演奏するから、酸欠状態になりやすいから、ブレスがねきちんと正しいところで吸わないと演奏できないわけじゃん。だからそういう意味では、まあ山の上とかで合宿するのは別に悪いことじゃないと思うんですけど、普段よりブレスが短くなるからね、
脳の酸素が足りなくなる部分はあるから、そういう時にどこで吸えばいいのかとか、どういう風に吸えばいいのかっていうのは若干はあると思うんですけど、まあ基本的に関係ないね。なので基本的にそういう風な迷信は真実にね、あまり、はい、まあ、若干はあるんですけど、まあ、さほどほとんど影響ないんで、そんなことしてる暇あるんだったらスケールとかロングトーンやってしっかり基礎力をつけてほしいと思いますね。あと迷信系っていうと何があるだろう、まあいろいろあるんですけど、まあ、コンクール関係の迷信も多いですよね。例えば、まあ、自分はコンクールの裏側っていうのはちょっとよく知らないんですけど、聞いてる話だと、やっぱりその聞いてる話っていうのはその審査員から聞いてる話ね。私もう同期が審査員だからさ。ね、音大出てるんで。で、まあ聞いてる話だと、まあね、そんな変なことはないですよ。世の中、今の吹奏楽の審査員やってる子たち。子たちとか同期とか後輩たちがやってることが多いんですけど、最近はね、別に不正があることもないし、ね、音楽の専門家が音楽を聴いてどう思ってどういう評価をつけるかってだけだからね、なんかこうね、なんかこうエコひいきしてるんじゃないかとかしてる言ってね、裏でお金が動いてるんじゃないかっていう人たちいますけれども、まあそれもそんなことないだろうって思いますね。ただまあ、若干好みとか、まあ、あるとは思うんですけどね、その人の、好みでその点数の上下があったりとか、まあ、主観があったりとかってのあるでしょうけど、まあでも審査員やる人がね、年に1回しか審査員やらないわけで、地域毎回同じ地域で審査員してるとは限らないので、どこの高校中学が毎年通ってるとか通ってないとかっていうのはもうプロ奏者にとってみればどうでもいい話なので、吹奏楽指導者じゃない限りね、そういう意味でもまあプロの管楽器奏者とかまあが審査してる場合は基本的にあまり影響がないと思いますね。例えばなんとか高校が毎年通ってるから今年もいいだろうって言って先に点数つけちゃうとかね、そういうことはないんですね。ただまことしやかに言われてその最初の数十秒聞くだけで点数つけちゃう先生がいるっていうことに関してはネット上では否定されてる方もいらっしゃるんですが、おそらくあると思うっていうのは、大体の実力は最初の30秒から1分聞くと分かるんですよ、そのバンドの実力っていうのは。だからまあ最初にある程度の点数の予想というか、まあこのバンドはこれぐらいの点数だろうってつけてメモ書きしといて、で、そこから先を聞いてマイナス評価にするかプラス評価にするか考えるって審査員の先生はいるかもしれない。だからまあ最初の30分1分が大事っていうのはまあ確かにそれは若干あるのかなって思いますね。あとね、なんだろう、迷信、今もう自分も自分ね、意外とそのリードのこと以外では迷信はあまりなかったので、そういう環境に育てなかったので、意外とまあそんなに迷信自分の中では思い浮かばないんですけれども、まあまあそういう高校中学だったって、いい高校中学だったと思います。まあリードのことだけはね、いろいろあります。あとまあリードの、まあちょっとリードの話戻っちゃいますけど、リードの目がね、目で音色が変わるとかそういう迷信言う人もいますけど、そうかなって思いますね。音色とリードのその目、リードのまあこういう風に曲がってたらとか、そんなことないと思うけど、リードの目に関してはまああまり関係ないかなと思うんですよね。まあちょっと前も話したけど、傷んでるリードに当たりが少ないっていうのは事実だと思うんですが、まあそれ以外に関してはまあさほどリードのその目が曲がってるとかなんとかとかっていういろんなのはまあ自分わかんない、そんなことないと思うんですけど、あとなんだろうね、まあこれは迷信じゃないんですけど、リガチャを揃えるとサウンドがまとまるとか、楽器を揃えると音が均一化するっていうのは迷信まではいかないけど、ちょっとクエスチョンかなと思います。でリガチャをなぜ揃えるのが迷信っぽいと思うかっていうと、リガチャって前も言った通り音色に影響ないんですよ。
自分が聞こえてる音に影響あるけど、だから例えばそう聞こえちゃうのかもね。みんなリガチャを揃えたら、そのクライネットパートではそのパート練習とか自分の聞こえてる音はある程度変わるから、まあすごく良くなったように聞こえるかもしれないですよね。でも実際それがサウンドを統一するのに役立つかというとそうじゃないと思いますね。なんでかというと結局出てる音は違うわけで、その自分の耳元で鳴ってる音だけがある程度近くなるだけだったら意味ないと思うんですけどね。まあ実際そうなるとも限らないですしね、個々の個性が違うから。だからマウスピースとかリガチャを揃える、楽器を揃えるって行為が、そのクライネットパートをまとめるかというと、俺はそれはそんなことないと思います。これは私の持論ですが、まああれは楽器屋の営業なんじゃないかなっていう感じしますよね。あの楽器屋さんが同じ楽器で揃えた方が、あのいいサウンドになりますよとかって営業すると売れるじゃない、自分の売りたいメーカーが。だからまあね、そういうとこじゃないのかなって。まあせいぜいメーカーは揃えてもいいかもしれないですけど、みんなヤマハだったらヤマハ、みんなクランポンだったらクランポン、みんなセルマだったらセルマっていうのはあってもいいかもしれないけど、まあちょっとそこまでの効果があるか、費用対効果考えて、微妙かなって思いますね。だからまあここが自分が吹きたいいい音出る楽器吹いてた方が、吹きやすい楽器やマウスピースリードを選んで吹いていた方がサウンドとしてはまとまるんじゃないかなって思います。ということでね、まあそんな感じでまだまだ迷信尽きなそうですけどね。まあいろいろありますよね。まあ運動系は本当に意味がない迷信ですね。あとね、これはね私だけだと思うんですけど、腹式呼吸の訓練を楽器なしでやるのはあまり効果はないんじゃないかなって最近思い始めてます。あのよくあのほらクリーニングペーパーを壁に当てて、腹式呼吸でまっすぐ息として、そのクリーニングペーパーが落ちないようにすると、腹式呼吸ができてますよとか、しっかり息がまっすぐ流れてますよっていう、あの指導をされる方は多いじゃないですか。まあ、実際自分もそうやって、中学校の時は教わった記憶があるんですが、実際あれ私苦手であまりできないんですよ。ただ楽器にまっすぐ息入れることはできるんで、もちろんあのできるよ、できるけど、なんていうのかな、本当にすごい人ずっとこうなんていうのかな、ピタッとクリーニングペーパーくっついてるじゃないですか。でも私ちょっとあんまりそこまでは、あの遠くに離れちゃうとできないんで、近くだとできるけど、だからあれあんまり効果ないんじゃないか。それよりはまあ、あの意識の方を強くして楽器にこうまっすぐ息入れていくって意識で、腹式呼吸、お腹使って、横隔膜使って息を入れていきましょうって、ロングトーンしましょうって、ロングトーンしてた方が、要するに楽器を加えながらそれをやってた方が、まあ、基礎力はつくんじゃないかなっていうのは私の個人的な意見です。これはちょっと迷信かどうかもわからないですけれどもね。はい。まあそこは、こう、まだわからないです。私が、これは、それは迷信だ、絶対違うとは言い切れないんですけれども。あとなんだろうね。あとまあ、意外と迷信じゃないなと思うのは、寝っ転がりながら楽器吹くとか、こうやって、後ろ吹きながらこう楽器吹いて腹式呼吸の感覚を覚えると、あれは迷信じゃないですね。あの実際あれだと思います。ただ感覚つかむ練習なだけだって、それで練習すれば上手になるわけではないので、お腹で息を吸う癖をつけるって意味ではありかなと思うけど、まあそんな感じですかね。あと何かなんかそういうこれって本当ですかっていうことあったら気軽にコメントください。またこの迷信シリーズパート2でもやっていきたいと思いますんで、まあこういう練習してるんですけど効果ありますかとかっていうのはね、非常に面白い質問なので、そんな練習してんのかよってツッコミ入れたくなるようなこともあれば、あそんな練習があったんだって私の発見にもなるかもしれないんでね、それはちょっと聞いていただけたらなと思います。あとまあ意外とまあクライネットのことが多いですけど、その道具選び、マウスピース、リード、楽器、あとその他いろんなものあると思うんですけれども、マウスピースパッチとか、まあ
その道具選びの研究っていうのは、ね、していきましょうね。自分がどうすれば楽でいい音が吹けるのかっていうのは、自分で試行錯誤するしかないので、レッスンの先生に指導を受けててこれ使ってみたらって言われてる人は別として、まあ、レッスン特についてないような環境の方々皆さんは、自分で楽器屋に赴いて自分が何が一番適してるのかなっていうのを自分で試してください。で、特に楽器の付属、学校楽器で付属のマウスピースとか使ってる方は、まあ、ちょっとお金かかってしまうんですが、マウスピースは自分のを持ってるようにしましょう。吹きやすいマウスピースっていうのはやっぱり選んでいかないとわからないので、楽器屋で、まあ、先輩とか、まあ、詳しい人と一緒に行って自分が、どのマウスピースがいいか一緒に選んでもらうっていうのをね、やっていただけたらなと思います。どうしてもマウスピースは楽器の根幹ですので、そこはね、しっかりと自分のもの、自分がやりやすいものっていうのを、選んでいった方がいいと思います。ということで今日は吹奏楽部のあるある迷信というか、よくある迷信の話を中心にさせていただきました。気軽にまた何か質問とか練習方法についての疑問点あればお答えしていきますので、コメントお待ちしております。ということで今日はちょっと長めになりましたが、雑談動画を終わらせていただきます。噛んじゃった際、じゃあ、今日の夜また動画上がりますんで、楽しみにお待ちいただけたらと思います。では失礼します。